アリオーナ・セルゲーブ・ナコストルナヤは、ロシア、モスクワ出身のフィギュアスケート選手。2018年世界ジュニアフィギュアスケート選手権2位。2018年ジュニアグランプリファイナル1位。アレーナと発音することもある。本人は、アリオーナ表記を好んで使用している。愛称は美。モスクワのエンジェルズ・オブ・プルシェンコに所属。ソチオリンピック団体戦の金。 ピョンチャンオリンピック女子シングルの金、銀メダリストを育てたエテリ・トゥトベリーザコーチから指導を受けた選手の一人で、2020年7月からエフゲニー・プルシェンコに支持している。アレクサンドラ・トゥルソは、アンナ・シェルバコワとは、フィギュアスケートの国際的な年齢規定で、同世代である。日常会話ができる程度の英語力を持っている。2017JGPF では、 キャシーリードのインタビューを通訳なしで理解、返答していた。チワワを含め3匹の犬を飼っており、トゥルソワが動物園みたいとインタビューで答えた。自身が所属していたサンボ70チャイコフスカヤの選手たちとも仲が良い。2019年ロシア選手権2018年、世界ジュニア選手権2017年、ジュニアグランプリファイナル2003年8月24日に、 モスクワで生まれた。2007年にスケートを始め、2011から12シーズンまでスクールナンバーワンに所属し、マリナ・チェルカソワの指導を受ける。2016から17シーズンまでにサンボ70、チャイコフスカヤに所属し、エレーナ・ズー軍の指導を受け、2016年にシニアに相当するスポーツマスターの称号を受ける。2017年5月、 サンボ70クリスタルのトゥトベリーゼの元へ移籍。2から3月のノービス、ジュニア、年長選手権の結果が悪く、8月の JGP 選考会には参加していないが、9月のモスクワオープンで優勝。エントリーにつながった。シリーズ7戦のうち最後の2戦に立て続けに出場し、このうちオーストリア大会では優勝、続く、 イタリア大会では2位に入りファイナル進出を果たす。名古屋で開催されたファイナルでは2位。2019年フィンランディア杯のフリースケーティングにおいて2本の3回転アクセルをプログラムに組み込み、うち1本を成功させ優勝した。これによって女性選手としては10人目の国際戦での3回転アクセルの成功者となった。国際スケート連盟による アリオーナ・コストルナヤのバイオグラフィー。コストルナヤビの圧巻240.00点 V に、ネット騒然、圧倒的命名日、少数点以下も、ビザアンサーハット、CS フィンランディアトロフィーエスポ2019レディース、フリースケーティングジャッジスディテールズ PER スケーター。2019年10月16日閲覧。アリオーナ・コストルナヤは、フィンランディアハイでファンを獲得した。 オリンピックチャンネル。2019年10月16日閲覧。ワールド、エストップジュニアスケーターズ2コンピートイン。ザグレブ ISU ワールドジュニアフィギュアスケーティング。チャンピオンシップス2019。インターナショナルスケーティングユニオン。www.isu.org.2019 年3月5日閲覧。2018、2019。 ISU ニアグランプリファイナル YouTube ありがとうございます。